私、約束があるから、じゃあね。そう、わかるわ。ちょっとタコさんウインナーみたいなのよ、フォルムが。これなんで切り込み入れちゃったの、これ絶対後ろにも切られてるじゃん、この感じ。タコさんウインナーなのよね、これ見て、色合いも含めて。ディーパちゃんは立ち去っていった。残された女の子は泣いていた。ディーパちゃん、お友達の彼氏に手を出して嫌がらせをしたのかな。でも他の女の子からはすごい人気があるみたいだったな。もしかしてカースト上位のいじめっ子のリーダーだったのかもしれない。仲のいいカップルを引き裂いて嫌がらせをするなんてひどい女の子だ。あらら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 。私の名前はアリのナコ。私には色なしフーちゃんという友達がいた。私とフーちゃんは学校でいじめられていた。フーちゃんはいじめを苦に自殺してしまった。でも遺体が見つかっていないので本当に死んだのかはわからない。それからいろいろあったけれど結局いじめはまだなくなってない。私は今日もまた学校でいじめっ子にいじめられるんだ。嫌だけど私は今日も学校に行く。自殺してしまったフーちゃんみたいにならないために、私だけでもいじめに負けないで強く生きないと。いつかいじめはなくなるって信じて生き続けないと。登校中、危ないな危ないな、ナチュラル危ないやつ来た。私の隣に急に1台の車が止まった。何ですか。車の中から急に男が数名出てきた。超急展開なんだけど。私は急に男たちに体をつかまれ車の中に引きずり込まれた。いやー、誰か助けて、私知らない男の人にめちゃくちゃにされちゃう。口では助けを求めたけど正直もうどうでもよかった。毎日がいじめられて最悪だから自暴自棄になっていた。もうどうでもいいや。私は謎の薬品を口に落ち着けられ意識を失ってしまった。急展開、急展開来たね。中田のナコちゃんだけ後ろ向いてんのやめて。ナチュラルに、ナチュラル後ろ向いてる。それ不良のする椅子の座り方やん、それ。学生に時代にいたちょっと柄の悪いやつの座り方やん。気がつくと私はどこかの学校のような場所にいた。私の学校じゃない、見たことがない知らない場所だった。周りを見ると私と同じぐらいの年齢の女の子が何人かいた。みんな周りを見渡して周囲の様子を伺っている。どうやら私と同じように無理やり連れてこられたみたいだった。ふと気がついた、隣に自殺したはずのふーちゃんがいた。ふーちゃん、こんにちは、なこちゃん。ボイス付き、あざ。本当にふーちゃんなの？生きてるの？どうしてふーちゃんは自殺したはずじゃなかったの？ねえ、今まで何してたの？ふーちゃんは生きてるの？死んだの？答えてよ！ねえ！ねえ！どうしたの？そんなに慌てて。めっちゃ冷静。すんごい怖い怖い怖い。めちゃくちゃ冷静なふーちゃんいるね、これね。俺の声聞こえてないんじゃないかってくらい冷静。ふーちゃんは不思議そうな顔で首を かしげるだけだった。ふと、その隣には私とフーをいじめていたいじめっ子も二人いた。ハッピーセットやん。一人はカッターで人を傷つけるのが得意な切り取り線。ネーミングセンスめちゃくちゃいいんだよな、このゲーム。もう一人はお菓子が大好きな桃のカコちゃんだ。二人は私たちに近づいてきた。なんか新キャラ、新キャラ、ビジュアルがバリクソ進化してる。すごい進化してるじゃん、ビジュアル。この二人のビジュアルひどかったんだから多分。前回超可愛くなってんじゃん。一体何が起きたの？私たち誘拐されちゃったのかな。お菓子が食べたいよ。なんかとんでもないイラストだったんだけどな、前まで。どうやら二人とも私たちと同じように連れてこられたみたいだった。線は風を見て、すごいな、もうこの線と風とか、このもう風なのか風なのか、なんかこの一文字で出されるとこんがらがるわ、急に来ると。風の首元を掴んで突っかかってきた。あんた自殺したはずじゃなかったの？この子かわいいな、青髪。あんたの仕業なの？だったら切り
殺すよ。怖い。何を全然反省してないな。前回こいつらみんな俺が代わりにさばいといてやったからな。皆殺しルート行ったからな俺。風は妙に落ち着いていて不思議な感じだった。それは事情を知っているからなのか、それともいじめられた恨みからか。でもわからないのであればどうしようもなかった。とりあえず他の子にも話しかけてみようかな。でもこの法則で言うとさ、ここにいる人たちさ、あ、待って。あ、こういうゲームで一番最初にいじんないといけないとこ。それすなわちオプションね。丸どこ？あ、ここね。はい、ジョージダッシュオン。コマンド記憶オン。この2回を最初にやるかやらないかです。こういうゲームどれだけ慣れてるか慣れてないかわかるわけですよ。ちょ、この人喋ってみるか？ねえ。どこ喋りかけるボタン。ん？ここ？あ、ここだ。待って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 。あー、いた。いたわ。この枠の子いたわ、まだ。このイラストの枠。なんか出世したね。出世してたね、さっきの2人は。こんな感じのイラストだったのね、前回ね。クオリティの差がひどいのよ、イラストの。こんにちは。へこみ！へこみ！ちょっと名前かぶってる、俺と。へこみちゃん、新キャラ来た。すごく暗い女の子だな。表情も死んでてずっとうつむいている。なんか過去に嫌なことでもあったのかな。もしかしていじめられてたのかな。自分との共通点ここで見つけていく。へこみちゃんは？もう一回喋ってみるか、へこみと。こんにちは。ああ、もう無理。あ、めちゃめちゃへこんどるよ、相変わらず。これ会話は変化しないみたいだね、これね。こんにちは。いや、誰？証拠。ちゃんと消毒して。あ、すごい。アルコール向けてる。ね、今風だね。今風なのかちょっとわかんないけど。証拠ちゃんね。濃いな。濃いな。これ段ボールで。なんかこれ消極的な消去ちゃんなのかね、これね。すごく警戒心が強い女の子だな。病気予防のためなのかな。それにしてはちょっと、過剰な反応な気がする。過去に何かあったのかな。これしか言わないじゃん。もう過去に何かあったしか言わないけど、もう多分なんかあるんだろうな、みんな。最初の二人がイラストひどいて。イラストのさ、ひどいて。気になるて、これ、さすがに。名前当てるわ、こいつ。タンポちゃん。タンポちゃん。ファイナルアンサー。絶対にそう。素直！お前、気持ち悪いな。クソほど素直。もうなんか逆にムカつかないわ、こんな素直に おっしゃられると。大きな目でまじまじと見つめられながらいきなり暴言を吐かれた。ぼーっとしてる。悪意があったり喧嘩腰じゃないみたいだけど、もしかして頭が悪いのかな、それとも空気が読めないのかな。ファーストインプレッション最悪。当てるわ、名前メデューサね。あ、でも左が素直だったから、この子は素直の反対って何？悪意。悪意ちゃんだ。ヘビコー！めちゃめちゃストレート！ 150 キロ。ちょっと気持ち悪い感じがする女の子だ。あんまり近づきたくないな。意地悪そう。ずる賢そう。騙されないように気をつけないと。でも、ただ警戒心が強いってだけって可能性もあるよね。この二人同じ服着てるから同じ感じかと思ったけど全然違かったわ。どうした？あの加工アプリの限界がわからなくなった女の子の自撮りやん、それ。顔をすごい潰しすぎちゃった子やん、それ。顎を修正、グイグイグイってやって。こんにちは。何これ？なんていうの、この子の名前。消えろ。え？殺し？殺しちゃん？殺しちゃん？なんて読むの、名前これ。サツホかな、全然わかんない。怖いな、あんまり関わりたくないな。放っておくと何か問題を起こしそうな。トンカチ持ってる。殺しちゃんかな。シンプル。いやでもストレートに読む傾向あるから殺しちゃんかもね、これ。おっとおっと、なんかご飯食べるの好きそうな子いるね。なんか好きなものご飯食べてそうだね、これね。ココロちゃん。あ、でもなんか、ここに来ていじめっ子虐殺ゲームなのにいじめられっ子がいたよ、ここに。随分臆病な女の子だな。弱々しくて、今にも死にそうな感じだ。大丈夫かな？かわいい。この子ちょっとかわいい。性格がかわいい。あ！みんな、見てよ。見てくださいよ。後ろ姿見て。後ろ姿の、この解像度が、
この下段に並んでる人よりも高いと思いませんか、上にいる人たち。こっからは可愛い奴らがいるよ、間違いない。行くよみんな。はい。おっと、おっと、名前当てるわ。聖マリアンヌ。あ、全然違う、全然違う、読めない。は、ハメツカちゃん、これなんて読むのこれ。ハメツカちゃんでいいのかな。なんか言おうか、話しかけんな。だってちょっと怖い感じの女の子だな、昔のヤンキーみたいな。ハメカちゃん、ハメツカちゃんかハメカちゃん、どっちかだよね。でもね、まあ語呂的に3文字の傾向あるからハメカちゃんかもしんない。ハメハメハメカちゃん、なんかちょっとやらしい。でも不愛想だし、いじめられてそうな感じがする。うん、主人公の独断と偏見シリーズね。いじめられてそうな感じがする。どちゃくそ失礼。おっと、こんにちは。すごい、なんか、あ、車椅子乗ってるんだこの子。車椅子に乗りながら椅子に座ってるっていう、なんかものすごいレベルの高いことしてるけど、アイドルみたいに可愛くて素敵な女の子だ。確かに可愛い。でも車椅子に乗っている、足が不自由なのかな。もしかしていじめられて足を怪我したのかな。何ちゃんだろうね、ひきこちゃんかひいきちゃんか、まあ何ちゃんかっていうところではあるけど。おー、当てます、絶対に当てるわ。今までの名前の傾向からナスコちゃん、3文字、絶対に3文字、ナスコちゃん、ファイナルアンサー。当たったら1ペリカもらいます。無駄な会話はしません。今は指示を待つのが合理的ですね。なんて読むの、はやこ、はいこ、どっちこれ、はいこかな、どっちかだ、どっちかなんだよ絶対。はやこかはいこ、どっちかなんだよこれ。まあはいこっぽいね。でもね、ナスコじゃないんだ。なんか若干こうカーブかけてくんだよ、若干かかってんのよさっきからこいつら。まるで人間じゃないみたい。本当の位置が通ってるのかわからない。どうしてこんな性格になっちゃったんだろう、かわいそうな気がする。うん、サイコちゃんこれ。無駄な会話、あ、サイコちゃん、あ、サイコかやばいじゃん、やばいじゃんサイコちゃん。もうこいつ絶対やばいやつなのよ。ろくな死に方しない未来見えるわ。ラスト顔見ようか、まず。お、リンコちゃんね、リンゴちゃん。あのさくらんぼの髪飾りつけてるけど、この子の名前はカーブをしてくるから、リンゴちゃん、ファイナルアンサー。リンゴちゃん、女神、三振、絶対に取れない、その球は絶対に取れん。笑顔が素敵ですごく優しそうな女の子だな。おねだりしたら何でも言うこと聞いてくれそう主人公の頭の中がなんかちょっとネジ3個ぐらい外れてんだよね。うん、なんか3個で絶対に思わないのよ、第一印象というかその最初の会話で。何でも言うこと聞いてくれよって思わないのよ、そもそもそんなこと。思いっきり甘えてみたいな。全員に話しかけてみたな。同じ学校の4人以外はみんな知らない子ばかりだった。でもいじめられてた2人といじめてた2人が飛ばされてきてんのかな。下にいる人たちはなんか暗いイメージだけどね、総じて。どうなのかな。あっ、窓は塞がれて外の様子が見えない。扉の鍵がかかっていて開かない。完全な密室に私たちは閉じ込められてしまった。一体ここからどうやって脱出したらいいのだろうか。始まりました、いじめっ子虐殺ゲーム4。おっと、教室の扉が開き、一人の若い大人の女性が入ってきた。学校の先生みたいだった。女性は教壇に立って話し始めた。かわいい、静かにしてホームルームを始めます。かわいいね、ライちゃんかわいいね。ざわざわとしていた学生たちは近くの席に座った。私の名前はイロナシイカズチ。何を目的に創設されたのか。先生、お、同じ名字だって。へー、ふーちゃんと同じ名字だった。まさか姉妹なのだろうか。まさかふーのお姉ちゃん、色なし。お姉ちゃんいたの。あんなお姉ちゃんがいたなんて。ふーのお姉ちゃんが学生をらしして集めて一体何をするつもりなんだ。でもさ、ふーちゃん死んでるからさ、そもそもこの環境がおかしい話だと思うんだよな。
全員死んでんのかな、これ死後の話なのかな。まさか妹がいじめられてた復讐を始めるのかな。イカズチ先生は語り始めた。私にはフーというとっても可愛い。ああ、風神雷神説あるね。ですが、学校でいじめられて飛び降り自殺をしてしまいました。無理やり否認なしの援助交際をさせられ、恐喝されていたそうです。重え、知ってたけど重え。まない妊娠をしてしまい、とても悩んでいたそうです。いじめっ子が憎い。正直殺してやりたい気持ちでいっぱいです。左にいます。左に座ってる2人、いじめっ子です。絶対殺す、いじめっ子死ね。左です。イカズチ先生は逃げたチョークをバキバキにへし折っていた。なんだ、やっぱりめちゃくちゃ怒ってるじゃん。止められなかった私も含めて、みんなここで殺されちゃうのかな。本当はいじめっ子を全員殺したいです。めちゃめちゃストレートな先生やん。大体先生じゃないのよ、もうこの人。ですが、それでは何の解決にもなりません。え？いじめが二度と起きないよう更生させる必要があります。優しい。そのために私はこの私立仲良し学校を設立いたしました。仲良し学校ね。皆さんは全国から集められたいじめっ子といじめられっ子です。はい。もう二度といじめが起きないようにここで生活していただきます。なんで巻き込まれた？なんで巻き込まれた？ねえ、いじめっ子だけでよかったよね。なんで巻き込んだ私のこと。いきなりそんなこと言われてもめちゃくちゃだ。校生って一体何をさせられるんだ。周りを見るといろいろな学校の制服を着た女の子たちがいる。この子たちがいじめられっ子、もしくはいじめっ子なのか。もし凶悪ないじめっ子だったら怖いな。皆さんにはこれから友達になってもらいます。はっ！てっきり殺し合いとか拷問でも始めるのかと思っていた。あまりに普通のことを言われて私は拍子抜けてしまった。友健交換ゲーム。なんだ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 、なんかゲームしようって言い出したぞ。皆さんの腰にはトモケンとカードホルダーが。トモケン？トモケンって何？クラスのみんなに渡してください。合コンみたいなの始まるぞ、なんか急に。やったな。小学校の時配ったな、あの自己 PR 表、これ書いてねみたいな、あの紙ね。そんな感じのやつじゃないのこれ、自己 PR 表みたいな。それだけならすごく簡単だし、すぐに終わりそうだけど、なんか嫌な予感がする。今日から決められた宿舎に泊まり生活してもらいます。普通に授業もありますのでサボらないように。なんか長そうだな、この学校生活。必要なものはお金を使って購買部で購入してください。お金がない人は融資もしていますので、お気軽にご相談ください。あ、急に拉致されたのにお金はかかる。だから相談してほしかったけどね、もうちょっと。今学期中にトモケン交換ゲームをクリアしてください。いいですね。任せな。ざわざわ。みんなの相談する小声が聞こえる。急にこんなゲームに参加させられて、みんな困惑しているんだ。みんな、すでに腰にトモケンとカードホルダーが装着されていた。ホルダーの中に自分のトモケンがクラスの人数分入っていた。カードを入れて蓋を閉めると枚数が更新されるみたいだ。液晶画面をタッチで操作してトモケンの情報が見れるみたい。自分のポイント、各トモケンの所有枚数とその情報が確認できる。ホルダーとベルトは一体になっていて外せないみたいだ。このベルト外れないけど、無理やり外したらどうなるんだろう。右下の二人がいないのが気になるな。空席なんだよさっきから。もしかしてもう裁かれてるんじゃないか、これ寝てる間に。各個人に順番にカードとカードホルダーが配られていった。私は勇気を出して質問した。右下の2席は何で空いてるんですか？質問です。いえ、ナシコ行け。もし全員に配り来られたと、どちょだらら。トモケンを配った数が一番少なかった人は、あ、ナコか、名前。あ、ナシコじゃないんだ。あ、ナコか。あ、ごめんごめん、ちょ忘れてたわ。ナコね。罰ゲームを受けてもらいます。こいつはライちゃんじゃなくて、こいつはなんだっけ、こいつはイカズチちゃんか。あ、オッケー、覚えた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 。友達が一番少ない。
人望がないということは、その人はみんなから恨まれている。なるほどね。ということですよね。みんなから恨まれているイコールいじめっ子っていうことになるのか。ですから罰を受けても当然ですよね。すごいお姉ちゃんだな。そのやり方って正しいのかな。それに罰ゲームって何をさせられるんだろう。嫌な予感がする。何で決める？他の学生も先生に質問をした。友権を他人に譲ったり交換したりしてもいいんですか？友権の移動は可能です。カードホルダーに入れた時点で枚数が更新されます。なるほどな。カードもホルダーも大事に使ってください。なんかよくわかんねえけど任せろよ。みんなぶちのめしてやる。このゲームって全員と名刺みたいに剣を交換するだけじゃないのかな。受け渡し交換そんなことする必要なんてあるのかな。しかもこのカードホルダー体にくっついてて離れないよ。いらない友剣は捨てちゃってもいいの？友剣の破棄は原則として認められていません。それなりのペナルティを受けてもらいます。捨てちゃダメだってことだ。みんな捨てちゃダメ。これ大事ね。した場合は速やかに相談してくださいね。お友達の大事な剣を捨てるなんて考えられないけど、どうしてそんなことを聞く必要があるんだろう。詳しいルールが知りたい。今の質問したやつやばいな。今の質問したやつ怖いな。ちょっと今日のホームルームは終わり。以上解散。ホームルームが終わりそうだった。私は慌てて一番聞きたかった質問をした。右下の椅子が2つ空いてるのはなんでですか？そっち。なんやそのコテコテな隠し方。お前コテコテなのはその顔の形だけにしろ。お前その目だけにしろ。それは急に横にいた女の子が大声で叫び出した。私の名前は弱い心です。弱い心ちゃんね。よろしくね。はい、もういいよ。同級生だった残虐殺しです。絶対ペアやん。いじめてたやつといじめられてたやつやん。これもう絶対その学校で。心ちゃんは隣にいる怖い感じの女の子を指さした。そうだよ、知ってる。みんなこの人とは共に。あーすごい、逆襲始まってる。逆襲がもう始まってる。でも待って、まだみんなこれ今みんなね、この段階で心ちゃんに同情した人危険な思考を持ってるよ。これマジで今見てるみんな嘘ついてる可能性あるからね。ちなみにそんな急に何言い出すの？落ち着いて、みんなで仲良くしようよ。やだ、私この人のこと絶対許せないんだから。確かいじめっ子のこと、いじめられっ子を集めてきたって言ってた。そうだよね、いじめっ子といじめられっ子だよね。この子はいじめられっ子なのだろうか。でも仲良くするために集まったんだから争うのは良くないと思う。私は指を刺された怖そうな女の子に話しかけた。ねえ、何か悪いことをしたなら謝って仲良くしよう。うるせえ。コロシちゃんはバンと勢いよく机を叩きつけて立ち上がった。みんなで仲良くとか薄ら寒い綺麗事なんだよ。やばい、悪いやつや。こいつ悪いやつや。お前、おー、アウト。いつもうじうじしてどんくさくてイライラするんだよ。死ね、殺してやる。アウト。一発アウト。はい、退場。コロシちゃんは全く言うことを聞かず笑っていた。ねえ、落ち着いて、真面目にみんなでゲームしよう。こんなのいらない、ボコロシ。コロシちゃんは自らのカードをすべてバラバラに破ってばらまいた。弱い心ちゃんの顔やばいね。ひどいな、それ。顔ひどいちゃんじゃないんで、いなくてよかったな。名前全然、君顔ひどいちゃんでもいけた、エントリーできたと思うけどね。それ知らないよーだ。私のゲームに参加しませんから。絶対死ぬやんこいつ。最初に完全にバカにした態度だった。では殺しさんが最初の罰ゲームの対象者でいいですね。おっ、おい心、お前のせいで面倒。罰ゲームがどんな感じなのか見えるぞ、ここで。後でめちゃくそのギチゴロにしてやるから覚悟しろ。えぇ、
のギチボロにされるのはどっちか覚えておいてくださいね。なんで今じゃないの、執行するの。覚えとく時間あげていいの。来た、黒服来た。すごい、スカートの中にスーツのズボンみたいなの履いてる。急に教室の扉が開き、黒服の大人の女性が数名入ってきた。コロシちゃんの両脇を掴んで部屋の外へ連れ出そうとした。おい、なんだよお前、話せよ、どこ連れてくんだよ。タイツの執行にやってきたな。お前、触ったら痴漢で訴えるぞ、裁判だぞ。いいのか、おい。見せしめだ。あー、やばい、部屋に連れてかれた。右上の、どうやらどこか別の部屋に入れられたみたいだ。ちょっと、なんだよ、どうする気だよ。おい、やめろよ。外からコロシちゃんの声だけが聞こえた。罰ゲーム開始。イカズチ先生の大きな声が合図のようだった。引っ張るな、触んなよ、マジで。引っ張られてる、みんな引っ張られてるぞ、コロシちゃん。まさか、やめて、お願い、やめてよ。引きちぎられてんのか。バタバタと、騒々しく暴れているような物音が聞こえてきた。スカート返して。いや、あれ、広げないで。なんかちょっとやらしい感じになってきたぞ、なんか急に。おっと、何が出されてんだこれ奥で。おっと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 、助けて。コロシちゃんの声は暴言から徐々に悲鳴に変わり出していった。マジでシャレになんない。お願い、許して。何でもするから。ごめんなさい。ごめんなさい。でも引っ張られてるって言ってたからな。俺、なんか引きちぎられる系だと思うんだよね。シマタを、シシを。一体何が行われているんだろう。大きな悲鳴の後、部屋の、あ、絶対そうじゃん、やっぱ。やっぱそうだよ。引っ張られて、プチってやつでしょ。執行された。何してるの。皆さんも罰ゲームにならないよう気をつけてくださいね。コロシちゃんが一番最初に殺されたか。悲鳴が聞こえなくなったんだけど大丈夫なの。あのコロシさんはすぐに戻ってくるんですよね。その質問には答えられません。マジでヤバそうだったけど死んでないよね、大丈夫だよね。気になるな、弱い心ちゃんの髪型の一番上の頭部のへこみ気になるな。なんでそこだけそんなへこんでんの。いや、すげー厳密に言うとなんでサイドだけそんなボリュームあるんだろう。この子どこで髪切ってんのそれ、すごい気になるわ。そこなんかけん玉の何ヘリみたいな角度してるもんね、玉置き場みたいな。心ちゃんは放心状態で座り込んでいた。ホームルーム後の自由時間、私たち4人は顔を見合わさるバタトタルトルティーニャ。どういうこと、普通じゃないよ。とんでもないことになっちゃったわね。逆らわないようにしないと。あー、怖いの。私は自分だけ助かればいいけど。正直やな、お前素直ちゃんに解明しろな。お前、ふーちゃんは黙ったまま落ち着いていた。ふーちゃん、あの先生ってお姉さんなんだよね。何か知ってるの。知らない。え？え？え？ふーちゃんは何も答えてくれなかった。本当に何も知らないのかな。トモケンの扱いは慎重にしないといけないわね。普通に全員と一枚ずつ交換して終わりじゃないの。ここは全国からいじめっ子といじめられっ子が集められてる。そんなに甘い考えで追われるとは思えないわ。うん、この大神やっぱいいな、可愛いなこいつ。そうそう、誰も簡単に信用なんてできないよね。なんかちゃっかり仲良くなってんの、なんでなの。君たちいじめられてた側といじめてた側の関係だからね。言っとくけど、誰がいじめられっ子でいじめっ子なのかがわからない。誰を信用していいのかわからず、確かに不安だった。
その後、先生から宿舎の部屋割りが告げられた。どうやら私は仲良しのふーちゃんと隣同士の部屋らしかった。なんだか大変なことになっちゃったね。早くみんなとトモケンを交換してゲームが終わるといいね。でもこの中にはひどいことをしたいじめっ子もいるんだよね。事実、私いじめっ子とはトモケンを交換したくないかな。事実、そうだよね。その気持ちもわかるけど。イエスマン。ふーちゃんはかなりひどいいじめを受けてきたんだ。いじめっ子が許せないという気持ちはわからないわけではなかった。でも全員が心を一つにして許し合わないとゲームはクリアできない。果たしてこの先みんなで仲良くできるのだろうか。続く。今日から新しい学校での学園生活が始まった。私の目的は全員とトモケンを交換することだ。トモケンとは全員に配られた名刺のような IC カードだ。これを全員がお互いに交換し合えばゲームクリアらしい。つまり一人ずつ仲良くなってお友達になればいい。これはお友達を増やしていくゲームなんだと思う。一番交換枚数が少ない人は罰ゲームだから気をつけないと。友達を作ろう。今はまだ部屋に戻りたくない。じゃあ一人ずつ話しかけていくか。じゃあこれセーブは？セーブは？せない。待って待って、やばい。なこちゃんのなんか称号みたいについてる。いじめに立ち向かう勇者。なんか勇者になってるんだけど、職業が。装備、何も装備してない。何もないな。まあええか。ちょっとじゃあ進めていくか。トモケン交換しよう。私たちずっと前から仲良しだったよね。いいよ、この流れいいよ。ナイス。トモケンを交換した。いいよ。仲良し度3個。仲良し度3個ってそんな高いのか低いのか分かんないな。あんたと終わりだよ。うん、意外に仲良し。新事実ね。いじめられてた割には意外に仲良し。交換しよう。同じ学校じゃん。私たちは知り合って長いけど、ちょっと早くない？え？申し訳ないけど、まだ交換する気にはなれないわね。え、待って、交換しないと君死ぬよ。理解してる？ちゃんとこのゲームのことね。え、絶対理解してないでしょ。ルール一番だるいやつだよ、これ。仲間にいたら全然理解してないの。もう少し仲良くなってから考えさせてくれない？いや、時間ない時間ない、そんな時間ない。死ぬて、絶対死ぬて。なあ、おデート誘えないのこれ。さあデート行こうぜ。あ、行った。3次元背景、3次元。急に。私はセンちゃんと話し合うことにした。この1回で落とす。こんな風に2人っきりで話すのは久しぶりかもしれない。センちゃんが急に私の顔色を伺ってきた。もしかしてまだ私がいじめたことを恨んでる？はい。そっか、ごめんね。でもあなたもちょっと過去にこだわりすぎなんじゃないの？なんだか険悪な雰囲気になってしまった。もしかして？はい。そっか、ごめんね。あなたもちょっと過去にこだわりすぎなんじゃないの？これいい絵しか選べない。いい絵しか選べないぞこれ。私がいじめたことを恨んでる。うん、もういいよ。センは私の腕を掴んで強く握った。こんなに腕を傷だらけにされたのに許してくれる？許しがたい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 。叶うことなら最後の最後で裏切って崖から突き落としてやりたい。私は過去にこだわるより未来の可能性の方を信じたい。センちゃんはしばらく考え込んだ後、口を開いた。ごめんなさい。無理。あ、うん、もういいよ。二人のわだかまりが少し溶けた気がした。はい、今ので ハートさん。はーい、ちょろーい、ちょろきゅうよりちょろーい。いいわ、あなたを信用してトモケンを交換することにするわ。あざ。もし助けが必要な場合は遠慮なく相談してね。あ、可愛いじゃん。ウインクしてる。さっきまで目がちょっと死んだ目してたのにね。あ、死んだ目に戻った。あなたが裏切ることがあったら私は容赦なく切り殺すわよ。もう結構切られてんのよ、人生において。もうありがとうね。有効に使わせてもらうわ。このトモケン、あ、捨てれないのか。まあ1枚ゲット。じゃ次この子行くわ。カシちゃんね、この子。まあお前どうせ交換しないの分かってるから、もう早速デートだよ。私はカシちゃんと話し合うことにした。上手に仲良くなれるかな。
私、ひどいものをいっぱい食べさせちゃったよね。いや、こいつひどかったんだよ、ほんと。お菓子対決みたいなことして、こいつなんかチョコレートにね、なんか自分の血液みたいなのを混ぜて渡してきたんだよ、確か。ニュアンス的に言うと。で、主人公がそれ食べて吐いたんじゃなかった？おえーみたいな。こいつガチやばかったんだよ、ほんとに。あ、これカコちゃん、あ、カシちゃんじゃない、カコちゃんね。まだ、私のことは許してもらえないかな。はい！まだ口の中に違和感が残ってる。いや、それは残りすぎね。それは長引きすぎなのよ。多分結構な月浸ってるけどね。それは絶対に嘘なのよ。もう、許せない。そうだよね。ひどいことしちゃったもんね。でも、根に持つタイプ。なんでこいつら前向きなの、こんな。もうみんなポジティブ。いいことだけどさ。いいことだけど、なんでどいつもこいつもこんなポジティブなんだ、こいつら。なんだか険悪な雰囲気になってしまった。まだ分かった、これエンドレスっていうのさっき知ってるから、もうこれいいえ。私は過去の罪は水に流すことにした。許すよ。過去は私の手を取って嬉しそうにはしゃいだ。ありがとう私も仲直りしたかったんだ。これからは同じ仲間だね。絶対裏切る、こいつ。こいつ RPG で言うと最初に裏切るタイプの人間だ、この感じ。薄いわ。回避しようね。薄ー。他の人なんてどうなってもいいよね。怖いって。鳥肌立った今。イラストがすごくこう良くなったから、この顔も怖くなってる、ちゃんと。前まではネタみたいな感じだったのにな。この顔もちゃんと怖くなってるよ、もう。ちょっと急に態度が変わって調子に乗りすぎな気はするけど、多分これで良かったと思う。うん、まあとりあえずこいつら籠絡した。セーブしよう。データ分けるか一応。誰一人として仲良くならないルートも多分残ってると思うんだよ、俺。外に出たくない。じゃあ行く？こいつ。なんなんだ、こんなやついたっけ？こんなやついた？あ、ルスみたい。あ、ルスみたい。あ、女神もいない。サイコもいない。え？トモケン交換してなかった？あ、そうだ。仲良くなっただけだった。トモケン交換してあげるね。もう、しょうがないな。特別だからね。でも、完全に信用したわけじゃないから。裏切ったら、許さないから。どの口が言うとんねん、お前。こっちのセリフやん、お前。こっちのセリフなのよ、それ完全に。今日から新しい学校、え、ゲームの攻略にはお金が必要になります。90万円借金しますか？ストーリーのみを楽しみたい方は借金するとスムーズに進められます。でも借金があるとおまけダンジョンを見ることができません。え、なにこの究極の2択。え、いや、ストーリーのみ楽しみたいよ。むしろストーリー以外なんだよ。ストーリー以外何があんだよ、じゃあ。なあ、そらストーリーみたいに決まってるだろ、そんな聞き方されたら。なんかミニゲームでお金を稼げモードがあんのかね。まあノーマルモードに行くか。今日一日の行動で体力が10減った。本日ゲーセンセール、ゲーセンでの獲得額がなんと2倍。あー、これ部屋、え、どこだ。え、まあ、ちょ授業をサボりますか。違う、え、待って、どこ、何してんの、これ何、どんな状況、どこにいんの自分。え、ちょっと待って、どんな状況、これパソコンだ。DVD を見る。え、何 DVD って。黒の章、白の章。え、やばい。黒の章と白の章は、黒が多分仲良くなれずになんかグロい感じで、白の章がいい感じになった感じじゃん、絶対。ね、やばい、わけがわからん、この画面。どうしたらいいんだ俺。ねえ、なんだこの部屋、なんだこれ。出ていいのか。うん、現在の目標はみんなのトモケンを集めよう。授業受けに行きますか。行くか。ことわざ。問題。その気になってやればできるものであること、なせばなる。正解。100円を手に入れた。賢さが1上がった。す、いや、授業早いな、早いな、授業。もうリモートにせ、その授業の速さ。リモートでこれ、あ、授業サボれる。え、これ放課後ね。あ、放課後ちょ、バーゲンセール。探索するよ。早っ、授業。あ、待って。イカズチちゃんいる。イカズチちゃん、ちょっと喋りかけようぜ。連れて行くってないの？連れて行くって。
そんなお前ポケモンみたいな感じだと思ってんのかこれ。この学校の目的世の中からいじめをなくすために作られたのだよね。全国からえりすぐりのいじめっ子といじめられっ子。あー、よりすぐれのいじめられっ子は不名誉だよ。よりすぐりのいじめっ子も不名誉だけど、いじめられっ子で集められた方がなんかちょっと嫌な気持ちになるわ。それ原因を一箇所に集めて構成させることで、もうちょっと水面下でやってくれ。それは世の中からいじめを消滅させるのがこの学校の狙いよ。まあそれはいいけどさ、もうちょっとオブラートに包んでくれよ。借金について、学園生活を送るにはお金が必要になってくるわね。俺借金しなかったけどな。お金が足りない場合は融資もできるから気軽に相談してね。いつでも相談してねって言ってる。保健室でお金を借りることができるらしい。だって何でも質問してちょうだい。トモケンの特典って何？保険にはそれぞれ所有することで得られる特典があるわ。ほう。だからたくさんのお友達とトモケンを交換することでより快適な学園生活を。なるほどね。友達の数がお金にもなったりするのかな。これは同じトモケンで重複して特典は得られないから注意してね。でも同じトモケンを持つことはできるっていうわけだ。同じトモケンを持ってその辺の廊下にトモケンを破棄したら、この人のトモケン誰かに捨てられてるみたいな感じで、もしかしたらね、こう印象操作できるかもしれないね。トモケンが破かれて捨てられてるっていうことは、この人はいじめっ子だっていう流れにできるかもしれない。先生ってふーちゃんのお姉さんなんですよね。自殺した妹ってふーちゃんのことですよね。ふーちゃんはここにいますよ。どういうことですか？その質問には答えられません。いずれ時期が来たら教えてあげます。あ、教えてくれるんだ。ありがとう。なんかね、何でも質問してちょうだい。最後の質問、あなたの信念は？いじめる側に責任がある。いじめっ子は全員虐殺すべき。なんで私のこと集めた？だ、よかったよね。いじめられていて、いじめられてるやつ集めないで。なんで集めた？ここに何でも質問してちょうだい。連れて行きたくないけど連れて来たー。断られると思ってたのに気軽についてきたー。絶対断られると思ってたのに。嘘だろ。あ、いらね。基本的に鍵かかってんな、こいつら。トモケン集めないといけないっていうのに随分と余裕だぜ。ダメだな、全部の部屋鍵かかってる。こいつらも連れてける？もしかして今日。あ、連れてけるじゃん。こんにちは。いや、友達じゃないだろなあ。昔から友達やってる言うてたけど嘘やん。それはさすがに嘘よ。あ、嘘つき。上辺隠せ。もうちょっと上辺感、ものすごく上辺。連れてくか。何でも質問してく。いや、分かった。もう行こう、もう行こう。なんかお前が一番心強そう。一緒に行こう。何、100円カジノあるんだけど、なんか右に。え、これカジノでしょ、これ絶対。あ、違う、これ宿だったわ。こっちは何？おお、お金いっぱい落ちてる。でもさっき90万借金できるって言ってたんだけどな。誰だこいつ。おぎゃー。ウィス、どうも、ホワイトです。今日も実況やっていこうと思うんだけど、何を実況するつもりなんだろう。とにかくインパクトがあるわ。おぎゃー。うん、まあいいわ、そっとしておいてあげよう。ここが保健室かな、多分。あ、2D スクロールね。なんか用？雑談。うん、え、新キャラじゃんこれ。あの保健の先生、どこかで見たことがあるような。気のせいかな。こいつ仲間がいっぱいだ。この先生、どこかで見たことがあるような。あ、借金ができるんだここで。気のせいじゃないかな。俺は過去に重大な過ちを犯したが、今は反省して保健の先生の仕事に専念しているよ。なんか、あの、ワン、ツー、スリーのどっかで出てきた人なのかな、これ。女子学生の服が脱ぎ捨てられている。何かあったのかな？え？なんか血ついてる！これ、ほら！血ついてる！このブラインド。ロッカー B と記載されてる十字架のくぼみがある。これ覚えてこう。あ、担任の先生か。そういうこと？いたね。前のキャラクターだね、これね。サシコちゃんね。先生、本当にいじめをなくす気があるのかな？何か別の目的があるんじゃないのかな？え、だよね。ダンベルを置くと仕掛けが作動しそうだ。よくわかったな、お前。アイドルマイクを置くと仕掛けが発動しそうだ。仲間がいっぱいだ。あ、なんか鍵がある。え？鍵あるよ。狭すぎて届かない。動物がいたら取れるって。なんか普通に推理パートめっちゃあるな、今回。めちゃめちゃ推理させられる。1、
一日冬樹です、よろしく。可愛い女の子だよね。今夜一緒にお風呂に入らない？もう主人公のさ、主人公の性格が崩壊しちゃってんのよ。もうここに来て、このフロアに来ちゃダメだったかもしんない。このフロアダメだわ。いいことないわ。来て過去の登場人物に会えるっていうなんか、でもそういうジャンルの場所なんだろうな。これなんか出てきたぞ、なんか出てきたぞ急に。なんだここ、女神の黒の書を手に入れた。何この透明人間。体は二つで心は一つになった、それとももう体も心も一つになってしまった。ちょっとよくわかんないな。誰にでも優しい女の子っているよね。そういうやつに限って性格が腹黒くて、いろんな男をたぶらかす悪女なんだよね。うん、なんかモテない男が言ってそうだな。ちょっと今の DVD 見たくね？女神ちゃんの黒の書、あれは見たいでしょ。え、賢さが20以上ないと入れない？ロッカーへ、さっき B やったね。鍵がかかってる。これお仕置き部屋じゃん。お仕置き部屋めっちゃ綺麗。保健室にあった血のついたブラインドと脱ぎ捨てられた服は、もしかしてさっきここで処刑されたこのやつだったのかもしれないな。屋上、うん、なんかご飯食べようね。とにかく言えるの、ラッカちゃんね、罰ゲームってなんだろう、怖いよね、死ぬんじゃないかな。あー怖い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 。あー、そこはやばいって、そこはやばいって。その先端カラス、怪しい。この鳥何かに使えそう。あー、屋上にあった鍵を取れるんだこのカラスで。この先生どいてくんねえかな。なんでついてきたんだよ。うぃー、じゃこーだみんだよ。なんかキモ、私キモいんだ。あー死にたい。クラスメイトに会いたいんだけど、全然違うんだよな会いたいやつが。稲成美琴ちゃん、お守りですか。まあなんかいろんなやつが出ると、まあいいや。ちょっととりあえずさ、俺が今しないといけないのはこれ再生しようぜ。いや待って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 、いや休まないけど部屋に帰りたいだけ。え、再生は、え、再生できない。マジかよマジかよ。一回家に帰って一日をやめないと再生できないらしい。もうマジか。なんかさっき DVD 見ますかって出たけどさ、今じゃなくてもいいのかと思ってた。さあ行け鳥、ジャンプが得意な動物なら届くかもしれない。え、カラスでもいいよね。カラスでもいけるよね絶対。おかしいってカラスでいけないのは。なんで？もう一個動物が必要って言われてるとらったらあったね。ここね、カラスでいけるワンちゃん。お前何のために来たんだよカラス、何のために来たんだよお前、帰れ。んー、まあでも今日特にやることはないか。カジノすげえ気になるなこれ。金ねえけどさ、ここだー、今になってカラス、ここだよー。鍵はまってるって、一生ここ出れない。あ、出れた出れた。あー、カラス取りに行くか。ちゃんと待機してだからさ。 OK、 何かに使えそう。何かに使えそうっていう表現面白いな。カラス見て、おい、あ、ここじゃねえ、もう一個下だ。帰ります。カジノでちょお金いっぱい稼ぎて。これ何やると思う。ロッカーの鍵 C。 俺場所覚えてる、みんな場所覚えてる。俺天才だから場所覚えてる。誰かと一緒にプリクラ撮りたい。クレーンゲーム。俺1000円も持ってないやんな多分。あー、一回1000円からだ。ダメだ。あ、いた、名前忘れたけど。デート誘う。はぁ？お金払おう。私は車椅子の少女と仲良くなってみることにした。こんにちは、はじめまして、ナコです。私の名前は、コモリヒキ。よろしく。ちょっとお話ししませんか？仲良くなりたいです。そうね、私も。あなたとお話がしてみたいわ。俺ね、この子いじめっ子だと思うんだよね。この子、この感じ、いじめられっ子かいじめっ子どっちかしか来てないわけじゃん。俺いじめっ子だと思うんだよね。なんかこの感じる、どす黒い何かを。あら、可愛いところで、私は喫茶店の施設でお話しすることにした。車椅子に乗ってるんですね、大変そうですね。事故で両足首の自由を失ってしまったの。そうなんだ。じゃあ
もう治らないんですね。おい、お前それデリケートなとこや。お前それまだわかんないだろ。生活するの大変そう。ひきこちゃんは、やべ、ひきこちゃんにしてた名前勝手に全然違う名前にしちゃった。これなんて読むんだっけこの子。ひゆいちゃんだっけ。失ったものはしょうがないから、私は努力を続けたの。ひきちゃんか。たとえハンデがあってもアイドルとして活動を続けてきたの。ひきい、なんかこの文字列ちょっとおもろいな。比べる希望の衣か。衣っていう文字はやっぱ被るっていうあれだから、やっぱ何か上っ面に被ってるんじゃないかこの人は。へえ、アイドルなんだ。車椅子なのにすごいですね。とても努力家で偉いなって思う。ここにいるってことは、いじめっ子かいじめられっ子どちらかだろう。こんな子がいじめをするなんて思えないのだけど。私のことをどう思っているのかしら。同情を利用してずり、体のことは関係ない。何この二択、何この二択。可愛いなとかないんだ。そういうマイルドな返しがないんだこれ。どっち行くこれ。いやでも敵対することないよね。下だよ。この子とは仲良くなりたい。うん、ヒキーちゃんの努力が認められた結果だよ。外見や体でなく、人としての中身を評価された結果じゃないかな。そうね、同情で乗り切れるほど生優しい世界じゃないもの。私たちなかなか気が合うかもしれませんわ。仲良くなれる気がする。君とは友達として仲良くなれた気がする。どんぐらい上がったかな。さ、え、あ、いや、せめて一言聞いて。え、なんか聞いて一言。え、終始じゃない、ないの。違う。え、なんかワンクッションあっていいよね、絶対ね。やってんの、いや、俺だよね、やってる。これ、え、オンラインゲーム。宝箱の取得金額がなんと2倍。今お金を稼ぐなら今ってこと？あ、DVD 見よう。誰だっけ？女神だ。女神の黒の章。おっと。どこかの学校の在学中の風景のようだった。女神ちゃんはある男の子と一緒に並んで歩いていた。突然女神ちゃんは歩きながら男の子の手を握った。これで、あー、読んでくれんの、ありがとうね。わあ、ピーパちゃんと手をつないで歩けるなんて。ちょっと待って、クソモノ、なんて言った今この子。え、リーパちゃんって言った。え、女神って書いてリーパって読むの、もしかして。嘘でしょ、なんて。おい、これ女神ちゃんじゃない、これリーパちゃんなの、もしかして。ちょっと待って、わ、ちょっと全然想像してない方向から殴られた。それは構えてなかった、ちょっと俺も。何？リーパちゃんって言わなかった今。ちょっともう一回聞く、もう一回聞こう。ふふ、喜んでもらえて嬉しいな。二人ともニコニコして幸せそうだ。二人は付き合っているのだろうか。画面が変わって言うな、そんなこと。言わなくてもいい。薄暗いどこか校舎の裏、男の子と女の子が二人で向かい合っていた。さっきの子と髪色が違う。相手はさっきの男の子とは違う男みたいだったけど、突然二人は唇を重ねた。あ、終わりか。あ、でもう最後のチューってとこ来るのかと思って身構えてたわ今。またキスしてお願い。そうか、これサイコちゃんと同じ学校だもんね、これ。女の子の名前で呼んでやれ。名前で呼んでくれ。名前でトロットロだよ。トロットロだよ。
キスしてる時にこんな喋られたらキモいわ。黙れ、黙ってしてくれ。本当にその鼻が近い距離で喋んな。そんなに息多めで臭いわ。深いディープキスを長時間楽しんでいるようだった。臭いわ。次の場面、女神ちゃんと男の子が抱き合っていた。また相手の男の子は違う人のようだった。男は女神ちゃんの背中やお尻をいやらしい手つきで舐め回していたって。俺もうちょっとレベル上げちゃうとこだった。今俺撫で回していた。ヤ、はあ、ーン、もっと触ってもらってもいい。いや、お前が触ってるんじゃねえのかよ。お前が触ってただろ絶対今。いいけど。なんだ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 。お金か、お金か、お金なのか。どうしてもしたいならしてもいいけど。本当に、じゃあ俺の方がうまくできるわこれ。もうちょっとキモい感じで。本当に、じゃあルル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 
ました。突然、そこで映像は真っ暗になった。一体女神ちゃんと男の間に何が行われていたのだろうか。別の場面。黒の章長いな。教室で女神ちゃんは女の子数人に囲まれていた。あ、わかったわ。ねえ、ひどいじゃん。人のものを取るのが好きな子なんだ。総括すると。え、なに？どうしたんですか？あんた、私の彼氏取ったでしょ。いるよな、そういう性癖。私そんなことしてないよ。エロ本にたまに出てくるタイプの女の子ね。うん、エロ本にたまに出てくるんだよ、こういう女の子。人の彼氏取るのめっちゃ好きみたいな、そこに超なんか喜びを感じますみたいなタイプの人ね、いるんだ本当に。いや、わかんない、俺現実世界で会ったことない、そのタイプに。いるんだろうね。でもね、嘘、私の彼氏と手をつないでたって見た人いるんだから。女の子はかなり怒っていたが、女神ちゃんは平然としていた。あんた、私の彼氏とも変なことしたらしいね。変なことなんてしてないよ。彼、最近全然私と会ってくれないし。あんたが体を彼氏取ったんでしょ。なんかさ、すごいあれなんだけどさ、この女神ちゃんの多分収録してるマイクいいなんだろうね。この女の子1234 1ねえか、この女の子とのマイクの差がすごすぎて、この女神ちゃんがものすごいいい声に感じてきたわ。何のこと？よくわかんない。女神ちゃんはとぼけているのか本当にわからないのか知らないが、ずっと謝る様子はなかった。横から別の女の子が割り込んできた。リーパー、そんなやつほっといてカラオケ行こうよ。なんて言った今、リーパー。やっぱ女神じゃないよねこいつね。え、リーパー、どっちだったこれ。ディーパー説もあるよ。ディーパーかリーパー、どっちからと思うんだよね。パではあると思うんだよ。ずるい、私とお買い物に行くんだよね。やべ、こいつの名前が気になる。私約束があるからごめん。ディーパかな、女神の名前でディーパでかかってんのかな。女神とディーパで、女神ディーパじゃない。女神ちゃんは女の子数人と一緒にその場を離れようとした。ひどいよ、彼氏返して。ごめんね、私男の子に頼まれただけなの。男の子に直接聞いてみたらどうかな。ちょっと太いよねこの、でもディーパちゃんちょっと太くない？これ制服のデザインかな？デザインか、制服の。なんで切り込み入れた？これ真ん中に。私は何にも悪いことなんてしたつもりはないよ。逃げるな！謝れ！ごめんね、私約束があるから
ジャミー、そう、わかるわ。ちょっとタコさんウインナーみたいなのよ、フォルムが。これなんで切り込み入れちゃったの、これ絶対後ろにも切られてるじゃん、この感じ。タコさんウインナーなのよね、これ見て、色合いも含めて。ディーパちゃんは立ち去っていった。残された女の子は泣いていた。ディーパちゃん、お友達の彼氏に手を出して嫌がらせをしたのかな。でも他の女の子からはすごい人気があるみたいだったな。もしかしてカースト上位のいじめっ子のリーダーだったのかもしれない。仲のいいカップルを引き裂いて嫌がらせをするなんてひどい女の子だ。あらら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 らあらら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 、どうする、サトフル、全ては俺の手の中にある。最後まで見てくれてありがとう。動画投稿の他にも生放送とかやってます。通知をね、入れていただくと生放送の通知が来るようになるので、ぜひチャンネル登録と通知していってくれよな。あとね、ツイッターとかもやってるんでね、ぜひツイッターの方でも仲良くしてください。じゃ、また次回の動画で。じゃあなー。